はい、ということでプログラマーの一日です。まあなんか独り言喋りながらやってますけど、これ朝12時ぐらいで、まあ朝って言ってももう昼なんですけど、この時間帯に起き出してます。まあなんかメールチェックしながらお腹空いたなと思いながら作業してます。でメールチェック終わったらお昼行きたいなと考えながら作業してますね。だいたいこの時はコード書いてないです、12時ぐらいは。でお昼、まあ、結構田舎に住んでるってほとんどリモートワークなんで、まあ、何も問題はないんですけど、はい、空が青かったです。田舎のいいところはこうやっぱ自然が結構あったり、穏やかな、なんか落ち着いてるところが多いんで、静かなところですね。で近所のインドカレー屋さんにランチに行きました。だいたいどの町にもなんかインドカレー屋さんありますよね。自分も結構ここよく来て、まあいつも悩むんですね、何食べようかなと。この日は確かコーヒーと何食べたかな、あ、バターチキンカレーかな、コーヒーとバターチキンカレーを頼んで食べてます。でナンが大きい、コーヒーは美味しいです。なんかインドカレー屋さんのなんてなんであんなに大きいんですかね、もう永遠の謎ですよね。で食べようと知らすんですけど、ナンが死ぬほど熱くて食べられないくて諦めて、もうカレーから行くことを決め、もうあとは、あ、そう、すごいほかほかで出してくれるからめちゃくちゃ美味しいんですよね。でなんかここの店主さん、まあ、地元だから、まあ、たまに会うんですけど、インドから来てすごいなと思って、一人で、まあ、一人ってか何人かいるんですけど、経営しててすごいなと。この時人 2,3 人いたかな。でもちょっとお昼の時間帯12時半とかなんで、でもなんかそれにしては人少なかったな。でも普段はあんまりいないんですよね。夜の方が人気なのかもしれないです。まあ、夜は行かないですけどね。このランチでこの量で850円なんですよ。でこの時コーヒー無料にしてくださって、このコーヒー美味しいんですけど、コーヒー飲んでお腹いっぱいになったし、ちょっと帰って、はい、コーヒー無料にしてくれたということで、まあ、帰ってどういうコード書こうかなとか考えてる最中ですね。でお昼から帰るんですけど、コーヒー無料にしてもらったのに、ちょっとコーヒー好きなんでコーヒー買いたいなということで、セブンでコーヒー買って、セブンのコーヒー最近めちゃめちゃ美味しいんですよね。どうやってます、オルトですか、オルトプラスシフトとかでバーってたくさん一気に選択して。この時間は会議です。勉強するか。14時ぐらいですね。ポランドなんかメモリー制限があって知らなくて、なんかデフォ8ギガとかなんですよね。でなんかたまにスクロールするとき固まってて、なんでなんだろうって思って、多分メモリのアロケーションが低すぎて、このここら辺やるといい感じになります。今16ギガ割り当てするんですけど、メモリー周りの話してますね。はい、ゴーランドっていう ID 使ってるんですよ。最近このインテリジェ周り面白いなと思って、うん、Cライオンをポチってしまったっていう。うん、ああ、買っちゃったんだ。買っちゃいました。だって今買わないと高くなるっていうから、なんか嫌だな。はい、15時に。はい。でもブラックフライデーの時にセール来ることないですか？うん？あ、そうなんですか？じゃなくて。Mac と Windows 共有するみたいな。そんなのあるんですか？Mac 上で Windows を使えるブートキャンプみたいな名前忘れた。あと VMWare は確か毎年セールくれて、VMWare のラ
回線使うんだったら、あの、ブラックライゼンに買う。まあ、エアスだから私はするんですけど。あと iPhone14 の Pro Max をポチってしまったっていう。え、あの、20何万だっけ ?3 万だっけ。でも20万でしたよ、なんか。え、Pro Max?20 万で済んだか。あの、Pro Max の 512GB でいいかなと思って、カスタムしたんですけど、20万でしたね、確か。だいぶ思い切りましたね。え、それはすごいな。なんか、最近、なんか副業、はい、ということでこんな感じで同僚と話をして、だいたい16時から22時ぐらいまではもうずっとコード書き続けたりしてますね。なんかなんかちょこちょこ YouTube 見ながらやってたりしますけど、うん、まあコード書いてます、基本的には。で、自分は、まあ社員として働いてるのと、プラス業務委託で2件から3件ぐらい仕事をしてて、16時か22時は基本的に普通に仕事をしていますね。業務委託とかの仕事はそれが終わってからやるようにしてます。で、この時はフロントエンドの開発をしていて、さっき言った Go ランドとかではなくて VS コードを使ってるんですけど、なんか Windows でフロントエンドを開発するの、最近なんかファイルの書き込みとか非常に大変だっていうのが分かって、もう PowerShell 使ってるんですけど、もう最近は使ってないですね。 WSL とか使わないともうめちゃめちゃ遅いっていうことに気がついたんで、なんかヤンインストール、普通の PowerShell だとめっちゃかかるんですよ、時間が。なんかファイルの IO が分かんないですけど、なんかヤンインストールで540秒とかかかってて9分かかるやんってなって、もう WSL やると大体2、30秒で終わるので、パワーシェルでやるのはちょっともう最近やめてしまいましたね。ただパワーシェルもいいところはあって、たまに使ったりしますね。ネオビムとか使うので、まあでもネオビム使うと、ビムとかネオビム使うときは限られてるんですけどね。ここら辺はもうずっと仕事です。で、22時から23時くらいに夜ご飯を食べます。で、この時間に食べるのは副業との兼ね合いでもありますね、うん、はい、ということで、でちょっと今から、今何時だろう、今は2時ぐらい2時43分、朝の2時43分なんですけど、これからちょっとジムに行って、全然動いてないんで、ちょっと動いてっていう感じです。じゃあちょっとジム行ってきます。はい、ということでジムに行きます。まあ疲れてる日は行かないですけど、こんな感じでジムに行き、3時とか4時ぐらいに帰宅して、お風呂溜めながらちょこちょこ仕事するみたいな。この時間帯だいたいシリコンバレーが何時ぐらいだろう、多分お昼ぐらいなんですね。12時とか11時12時ぐらいになってて、仕事のスラックとかディスコードとか来てて、コード書きながらやってますね。で、この時は C ライオンっていうインテリジェンを使ってますね。まあ、C プラ、あ、これ C プラかな。あ、これフラッター書いてる気がしますね。多分スマホアプリの開発を業務委託でやってて、そのコードを書いてる気がします。フラッターって結構最近、まあ、最近ってか結構前から流行りつつあるんですけど、今まで Android とか iOS とかって全然違う言語、例えばコトリンとか Swift で分けて書かなきゃいけなかったんですけど、フラッター出てきてから、まあ、Android も iOS も Windows のネイティブアプリもこれ一本でできるようになったんで口笛吹いてますけど、まあ、大体ジム帰りはテンション高いですよね。ジムって言っても走るぐらいですけどね、ちょっと筋トレして走るみたいな、そんな感じですね。はい、真夏にジングルベルを歌ってます。で、5時6時に就寝です。